発だ。ローブラザー知らせゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したのはベネットのビルド。これが、タンクでさらに回復力がいっぱいあって、チャージ効率も高い、そういうような設定になってるんですけども、従来の旧貴族 の, あのビルドに比べて回復力が異常に高いのと、タンクっていうところがあのかなり魅力なのかなというところと、攻撃力が、旧貴族つけないのに1000ポイントアップするっていうところでかなりハイブリッドな構成になっていて、でこのビルドを出したのが結構前なんですが、それを出した時にこのビルドを作ってくれたリスナーさんが結構いたんですけども、そのリスナーさんがマルチで海外の方とプレイした時に結構ワオとかもうびっくりされて、かなり称賛の声をいただいたというところで結構報告をいただいてます。そのビルドの紹介になります。ちょっと長くなったんですけど、ステータスなんですけども、今29,514ポイントになってるんですが、ここは生物 の, あのチャージ効率が足りるのであれば、ここを HP にして33,000とか30,000を超えるようなスーパータンクの設定にして構いません。で基本的なステータス HP は30,000前後だとして、元素チャージ効率は258、これは3発ぐらいで元素の回収ができると、元素スキルで3発ぐらいで元素の回収ができるっていうようなこうになってますね。なので非常にタンクなんですけど、元素の周りが良くて、さらにはチャージ効率で元素の周りが良くてタンクで、回復力も1万を超えるというような内容のハイブリッドで、武器なんですが、今回この天空の刃っていうものを使っていて、基礎攻撃力値がベネットに対しては一番、攻撃量のバフに対してかなり重要なんで、天空の刃を使って元素チャージ効率を上げるっていうのが、理想的ですね。ただもうこれがなければ、他の例えばチャージ効率のついた祭礼を使ってみたり、基礎攻撃力のそもそも高いガンザンとかを使ってバフを上げていくとか、そういう形で対応していくのがいいんじゃないかなとは思います。最初のこの基礎攻撃力値は高くないと攻撃力バフが上がっていかないんで、そこら辺をしっかり理解して武器選びをすると、最高の状態のベネットに近づくんじゃないかなっていうこと。で生物なんですけども、愛される少女4セットを使って与える治療効果と、受ける治療効果、これを両方上げていくっていうスタイルですね。これをすることによって、回復力がかなり上がって、水元素共鳴の2人の治療効果バフが乗らなかったとしても8000以上の回復力を出せるビルドになってます。で生物の、厳選の仕方としては、チャージ効率を上げて HP パーセントを入れていくっていう方法が一番いいと思います。こういう形でチャージ効率も入れつつ HPパーセントも入れていく、チャージ効率入れながら HP 入れていく。 HP の方であれば、ここにチャージ効率が入っていると、プラマイが少なくなっていいと思います。でこれが HP、 4箇所目が HP で、ここも HP プラスついていて、ここにチャージ効率が入ってたらなおよしというような感じでしょうかね。で最後が重要なんですけども、治療効果バフ35.9%、これを乗せてください。で
今理想的なものが手に入っているんですけども、HP とチャージ効率と HP パーセンテージ、さらにまあダメ押しでタンクのダメ押しで防御力もついてるっていうような内容になってます。で、命の生存の説明、これが素晴らしい旅、一突が結構重要で、一突じゃなきゃベネットじゃないみたいに言われてることがあるんですが、まあ今回の回復力が1万超えるベネットであれば、攻撃力アップの効果は HP による制限、要するに 70% 以上の HP の味方しか攻撃力が上がらないっていう設定なんですが、まあ、毎秒1万回復力があるベネットであれば、ここの 70% っていう HP のラインをぶち抜いて1秒でぶち抜いてしまう可能性が非常に高いんですね。なので1突しなくても攻撃力のアップっていうのが見込めるビルドになってるんで、無突でも大丈夫です。ただ、まあ、1突すればね、突ったら突っただけ強い基礎攻撃力の値の 20% に当たる数値がさらに追加されるので、1突は1突で非常に強いです。で、こちらがチャージ効率が HP が70以下になるとさらに上がって、まあやばい時に、まあ、すぐ元素爆発を撃てるような突りで、こちらが溢れる情熱、殴りですね、殴りのスキルがアップすると。で、一段チャージ、これが4つ目の効果なんですけども、まあ溢れる情熱、これが元素爆発を撃ってる時にチャージ攻撃がいいと。で、追加攻撃を発動できるようになって2段目の攻撃が非常に高くなる。なので、まあ、火力も出したければ4突。ただこちらの5突効果が非常に優秀で、幻想爆発のスキルがレベルスプラス3上がるっていう設定になってます。で、最後こちら6突なんですけども、まあ、ベネットに関しては6突をするかどうかをご自身でお選びになっていただければっていうところになります。例えば、まあ、素晴らしい旅のエリアだと近接系の武器持ってる方は炎ダメージが 15% 上昇するんですね。要するに炎の攻撃をする場合だったら上がる、それが炎ダメージになるんですね。なので、例えば物理レーザーとかであると物理ダメージバフが帳消しになってしまうんで、ちょっと非常に使いづらい突力なのかなっていうところなんですが、例えばディルックとか、まあ、そこら辺の、キャラクターとかであれば非常に優秀ですし、あと砲機系のキャラも炎にならないんで、まあ、影響をほぼ受けないというような形になります。なので、まあ、使い方によっては、まあ、ディルックメインでやってますとか、例えば長雲とかをまあ、使って、まあ、負荷かけていくとか、まあ、ちょっと難しいんですけども、まあ、基本ディルック用なのかなっていうような印象は受けます。あるいは例えばジンとかにつけて、まあ、攻撃をして、まあ、拡散をかけていくみたいな、自分で攻撃したものに対してスキル攻撃を打って拡散をかけていくとか、まあ、そういったこともできるんじゃないかなと個人的には思いました。はい、で、次はテンプですね。テンプはまあ通常攻撃は基本使わないっていう設定になれば、まあ、溢れる情熱の突二かなんかの効果で、まあ、この一段チャージの威力が非常に上がるっていう効果があるんで、火力出したいんだったら溢れる情熱も上げていいと思います。で、素晴らしい旅を、これをガン上げすることによって継続回復が、まあ、毎秒 11.4% に対して上限のなんで、まあ、これプラス治療効果バフがついて、まあ、毎秒1万回復っていうことが実現されています。まあ、冒頭で見てもらったと思うんですけど、ゴーレムの連撃がもう全て受け切っても大丈夫で、さらに他の外部からの攻撃がさらに加わったとしても生き延びれるような設定になってますんで、非常に優秀なのかなと思います。まあ、こういった形でビルドの紹介は以上になります。まあ、パーティー編成なんですけども、基本的には5突までであればレザーとかその他のキャラ大体合います。で、6突になったらここにディルックを入れて炎コンビにするのもありだと思います。はい、あと、まあ普通にタルタリア元素系の攻撃がアップしますし、
まあ、エリア継続炎ダメージとかではないんで、元素反応をかけないで戦っていくスタイルとかに非常に合ってるんだと思います。はい、じゃあどうでしたでしょうか、今回のビルド。まあ結構前に確率僕のしたんですけども、まあこれを使った感想をリスナーさんから聞いたら、まあ別世界になったと、今までの攻略が嘘みたいな、別世界になりましたっていう、結構そういう報告を受けてますんで、ぜひね、騙されたと思って、バーバラとか、いろんな回復系の人からちょっと愛され少女をちょっと拝借して、ぜひ試してみていただけると嬉しいです。はい、ではまた放送の方、生放送とかねやっていけますんで、そちらの方でもぜひ見に来てくれると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。